大望古墳は、広島県福山市神奈部町西中城にある古墳。形状は円墳。広島県指定史跡に指定されている。広島県東部、神戸平野北園の中城の谷の入り口付近において、谷を一望する丘陵東斜面に築造された古墳である。これまでに発掘調査は実施されていない。墳球は斜面を削平した平坦面上に構築される。 墳景は南北方向にやや長い円形で直径約14メートル、高さ約5メートルを測る。墳景背後には修行が認められる。主体部の埋葬施設は両袖式の横穴式石室で南東方向に開口する。石室全長11.3メートルを測る大型石室であり、石材には花崗岩の霧石状巨石が用いられる。 副葬品はつまびらかでない。築造時期は古墳時代終末期の7世紀初頭頃と推定される。古墳域は1983年に広島県指定史跡に指定されている。石室現出主体部の埋葬施設としては両袖式横穴式石室が構築されており、南東方向に開港する。石室の規模は次の通り。石室には表面が磨かれた。 花崗岩の霧石状巨石が使用されており、霧石石室出現の直前の様子を示す。原質と沿道の境には石柱を立て、その上に石をかけて区別する。石室の奥壁には一枚石が用いられ、側壁には、原質、沿道とも、左右二枚ずつの大石が用いられる。原質の中央部床面には、原質を二分するように横長の石二個が据えられている。 石材が左右対称に配置される点、原質、沿道が同一規模である点で特徴を示す石室になる。ありがとうございます。